逮捕されたから釈放されんの？釈放されないだろう、知らねえけど。またおまわりさんのところ、おまわり、おまわり、検察、あ、検察は1回でいいか、警察でしょ。休みが休みじゃなかったね、今週先週の日曜日は。そうなんだよ、そんなもんよ、休みは休みじゃない。いや、ほんとそうだね。でもまあね、言うてしまったら生放送も休みじゃないんで、僕からしがしたら仕事なんで。息抜きじゃないの？息抜きだけども、息抜きすぎたら、そう、立場なくなるからな、いろいろな。そのなんか逮捕されたやつのことも話しすぎると、もっと時間かかることになるから、やばいじゃん。ちゃんと仕事っていう意識をある程度持たないとね。いや、お店のこともいろいろ話しすぎたら、お店の子たち辞めちゃうし。もうめちゃめちゃ自分の心に制限をかけながら雑談しないといけないよ。偽嫁が逮捕された日の切り抜き見たけど、言えることなさすぎて、なほ珍しくもごもごしてて面白かった。いや、本当になんか弁護士っていうのが間に入ってなかったら、全部言ってる。警察だけだったら。警察だけだったら全部言ってんだけども、弁護士挟んでるってなると、やっぱり言う通りに、言われた通りにしないと。こっちが雇ってて、お金払ってるわけだから、言われた通りにしないと、いや、勘弁してくださいよってなるのよ。不利になるとか、不利になるわけないんだよ。そう、一方的に、一方的に、フルボッコにできる案件なんだよ、こっちは。そう。だけども、ね、その切り抜きとか動画ってさ、都合の悪いような編集だったりとか、都合の悪いようなカットの仕方とかがあるから、どんどん話がさ、いや、お前も悪いんじゃないの？もしかして、で、精査する時間がめちゃめちゃ加算されんのよ。もう、あんまり話しすぎると。もう言い回しとかね、例えばなんか、みんながいじってくるから、それに対して、いや、俺の嫁がさ、捕まってさ、っていう言い方だけでも、精査し直し、するから、だるい。うん。何でも話しちゃったら、不利になるから、下手に何でも話せないんでしょってこと？いや、別に嘘話すわけじゃない。全部真実で話したとしても、ね、あんまり良くないよねっていう。言うなって言われたことは言わない方がいいし。うん。嫁って認めたんですかとかなるんだよ。うん。めちゃめちゃめんどくせえよ。ふざけんじゃねえよっていう。なんで捕まったかも話せないの？捕まったかも話せない理由？捕まったかも話せない理由って、じゃあ実際もう捕まったのって表に出てるけど、捕まったのも話すと、じゃあネタにする配信者が出てきて、面会だのなんだのつって、もてはやすじゃん。そう。ね。で、それで、あいつのこと好きなやつもいるんだよ。あいつのことも好きなやつもいるわけ。だから、刑務所内で、なんか、物を送ったりでもできるわけじゃん。だから、あんまり場所とかも伝えたくないわけじゃん。基本的に公開したくないわけ。うん、おもちゃとして？いや、おもちゃとしてじゃないよ。だから、人って、見方によっては、例えば、今回の偽嫁の件って、じゃあ好きになる人たちってどういう考え持ってるかっていうと、自分も叶わない恋で、本当に好きで好きでたまらなかったけども、諦めましたっていう人が、一生懸命自分の好きな人に対して、ね、アプローチの仕方は間違ってるかもしんないけども、ね、まっすぐな気持ちで愛を伝えようとしてる、頑張れ、ユリアちゃん、みたいな感じに応援する人もいるの。そんなバカなって思うじゃん。なわけないじゃんって思うじゃん。いるんです。実際いるんです。実際投げ銭してる人もいるんですよ。どういう心理やねんって。ね？まあ、そんなんさ、俺の放送でさ、じゃあ、とつまちとか聞いたことあるでしょ？何この人大丈夫？意味わかんないこと言ってるじゃん。いっぱいいるじゃん。それでわかるじゃん、もう。うちのとつまち聞いてるだけでわかるじゃん。真剣にこんなこと言ってんのって人もいるわけじゃん。やっぱり実際ね。うん。そう、一般論とかけ離れてる人っていうのはたくさんいるから。そう。風俗の客にいっぱいいるよ。風俗の客だってそうでしょ？本当に。一般的に冷静に考えたら頭おかしい客っていっぱいいるじゃん。お金払って女の子に対して、ね、いやいや、なんでこんな仕事してんの？もう一般的に考えて、冷静に考えておかしくないっていう。なんでこんな仕事辞めた方がいいよっつって、しっかり抜いてもらってんだよ。そう、意味わかんないしね。うん、っていう人たちもたくさんいる世の中だしね。うん、ラボのアンチが偽嫁のかっこいい？あ、まあ、俺のこと本当に嫌いだったら向こう応援した方が話早いからね。うん。自分の常識は他人の非常識。いや、怖い言葉だよね。うん。そういうのはいるよ。しょうがないんじゃない？でも、アンビリーバボなことってたくさんあるよね。まあ、でも、もうそろそろ、偽嫁の件はもうちょいなんじゃないかなって思う。もうちょいかなっていう。半年でしょ？まあ、あと半年だね。折り返し地点って感じだな。
そう、すべてが解決するまでに、まあ、達成率が今 100% 中 50% って感じ、統計見えた感じ。まあ今のところ順調にいけば今 50% ぐらいじゃないっていう。早く終わってほしいね。いやマジで早く終わってほしい。あと5週間長えな、長えよ。もう本当にそういう、特になんかあの刑事事件と民事どっちもだから、そう刑事民事どっちもってなるとやばいよ。めんどくさいことやだよね。めんどくさいことは嫌だよね。でもめんどくさいことから逃げるとどん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 ね、良くない方向に進むんですよ、ね、